特にこのクラスは特別だからね。三大プリンセス勢ぞろい。これでもし別授業なんて言ったら、俺様は全男子生徒を率いて一揆を起こしているところだよ。この学園を草一本生えない荒れ地に変えてみせるさ。見たって飽きないさ。そう、真由美のあの薄い胸でさえもそれはそれでいいものだって思わないかい。カオン。やっぱりんちゃんのあの胸だろ、胸、迫力満点。いやー、やっぱり楓ちゃんだと思うかな。で、腰、尻、すべてがもたらす究極のバランス。俺はシアちゃんだな。バランスもよく、それでいながらちょっとばかり小ぶりなあたりがアクセント。あのペタン胸がもたらすボールラインはもはや芸術。あの胸に包まれたい。包めねえよ。
自分の意思だけじゃ出てこれない。シアの意思がね、比較的弱まってる時にいろんな条件が重なってようやく出てこれる。だけど今日はシアがそう望んだから、だからそれに応えて交代したの。存在なんて夢にも思ってないもん。